皆さんこんばんは、今日はエスコンフィールド北海道で行われました日本ハムファイターズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。今日はですね、ファイターズのピッチャーが鈴木健也投手、アンダースローですね、去年からアンダースローに変わって、いいピッチングを続けている、今シーズンはですね14ゲーム、まあ、途中から先発っていう形で、来てますけれども5勝2敗、防御率が 1.75、 素晴らしい成績を残してます。左バッター右バッターで、比べますとですね、左バッターに対しては2割9分8厘打たれてますが、右バッターには1割9厘ということで、もうはっきりとこう左右で、打率の差が出ているということでですね、今日はタイガースの打線左バッターを7人、並べましたね。ライトで前川、そして、DH にはですね6番で糸原を使いましたね。そして、レフトに島田、この辺りを使ってですね、左で攻撃しようということになったんですが、さあどうなったでしょうということなんですが、一方のタイガースの先発ピッチャーはですね富田蓮、ファームに降りてですね4ゲーム投げました。そして防御率 2.45、 この日のためにという感じですよね。上で先発をしようということでファームで先発用の練習をしてきて上がってきたピッチャー、まあ、これはですねやはり長いシーズンなので、まあ、できる限り先発ピッチャーにも疲れさせないように、まあ、そういう配慮もあったと思いますね。富田蓮が先発で投げてくれれば他の先発陣もより楽になるだろうというね、そういう期待も込めた今日は初先発ということになりました。そのゲーム、初回からもう一度振り返っていきましょう。初回、鈴木のピッチングですね、近本中野アウトに取った後の前川打ちましたね、ライト前、はい、そして、大山もセンター左へ、ヒット。この時にですね一塁ランナーの前川がですね三塁を陥れようということで、走ったわけですが、まあ、完璧なタッチアウトでしたね。この打球に対してはもう三塁コーチャーではなくて目の前で見えてますから、もう自分で判断して、走るか止まるか決めるというところなんですが、前川選手、まあ、いけると思ったんですかね。一軍のレベル、特に今日のセンターはですね江越ですよ。江越の肩をちょっと舐めたのかな、それとも知らなかったのかな、もう完全なタッチアウト。ここはですね、まあ、2塁でとどまって、ツーアウト1、2塁で佐藤輝の一打を期待するというところだったんじゃないかな。このあたりの判断、これはもうこれからね、まあ、今日は失敗しましたけれども、この失敗を糧にですねまたどんどん成長していってもらいたいなと思いますね。そして富田蓮はですねやっぱりちょっと辛かったですね。初回、まあ、19球ヒットを打たれませんでしたけれども2回打たれましたね。5番の松本にライト前のヒット、そして、6番のマルティネス、左中間にツーベースですね。ノーアウトで2、3塁という形になりました。そして、7番野村をショートゴロ、前進守備で、ランナー動けずワンアウト。そして、奈良間をですね、低めのフォークボールですね、空振りの三振で、ツーアウトまでこぎつけたわけですね。あと1人というところまで来て、9番の伏見、伏見も2-2カウントからですね、最後打たれた球はですね真ん中のカーブでした。これが非常にもったいなかったですね。レフト前に2点タイムリー、先制はファイターズということになりました。2点取られましたね。そして3回も2アウトからですね、これも2アウトから、4番の万波がセンター前のヒット、そして5番の松本フォアボール、1、2塁ですね。そしてまたマルティネスですね、ライト右へ、ちょっとあっち向いてほい的な打球でしたけれども、ライト線に2塁打、これで1人帰って3点目ということになりましたね。まあここまで結局富田蓮はですね80球かかりました。3イニングで80球、まあ普通であれば45球、まあ、ほとんど倍かかってるわけですね。ということは、まあ、決め球がない、今日は松本にも12球粘られたり、後のバッターにもですねかなり粘られました。まあ、粘られるってことはですね、これなかなか空振り取れる球がないっていうことなんですね。
まあ、僕らも経験ありますけれども、このピッチャーだったら空振りしないぞって思ったらですね、まあ、追い込まれてもいい、そういう気持ちで立てます。そして、それまでの球もですね、際どい球を振る必要がない、まあ、そこでもし追い込まれてもそこからまた勝負できるということでですね、ちょっと甘めの球を待ちながら勝負できるっていうね、そういうことができますので、この富田蓮の今日のピッチングを見てると、やはりちょっと決め球がないな、140キロのまっすぐ、そして、120キロ台の変化球ということで、そんなにね、あとカーブは100キロ台ありましたかね、そんなに、スピード差もないということで、みんなついていかれてましたね。このピッチングではですね、やっぱりちょっと、先発は荷が重いな、そういうものを感じた3イニングでした。結局今日は3イニングでもう交代、4回からは西純也が出てきました。西純也もですね、2アウトまでポンポンと取ったんですが、1番の江越、2ストライクを追い込んでから外のまっすぐガツンですよね、ライトオーバーの4号ソロ、4点目が入りました。あっさりでしたね。まあ江越ね、今年頑張ってます。まあ打率はまだ1割台ですけれども、4本目のホームランを打ってるっていうね、まあ本当に、ちょっと江越らしさが出てきたなという気がしますね、タイガースファンもちょっと喜んでるのかな、という気がしました。あとはですね、両チームともにまあ点が入らないわけですよね。鈴木健也はですね、結局6回まで投げました。ここまで投げましたね。102球、打たれたヒットが4本、三振は1つ、フォアボールは1つですから、もうほとんど打たせて取るピッチングでしたね。高めの球もうまく使っておりましたし、左バッターに対してですね、今日はそんなに打たれてませんね。左右に関わらずですね、この鈴木健也非常に、うまく攻めたと思いますね。まあ、フォアボールも1つしか出ませんでしたから、本当にきっちりとしたピッチングで、抑えたということになりましたね。7回川野1イニングですね、そして8回池田、そして9回、田中ですね、この辺りで締めて、あっさりでしたね。結局タイガース打線は今日は3発7安打無得点ということで、ちょっと寂しい展開で終わってしまいました。タイガースファンは盛り上がる場面があまりなかったなっていうゲームになってしまいましたね。はい、勝ちが鈴木ですね。6勝2敗、本当に素晴らしいピッチングでした。そして、負けが富田蓮、1勝1敗、ちょっと次の先発はどうなんでしょう。もう厳しいかな。1イニングを全力でいく、そういうリリーフに行った方がまあいいのかなっていうのを今日は僕は感じました。そしてホームランが江越ですね。江越に4号が出ております。はい、今日の MVP、 これはもう6回をですね、無失点に抑えた鈴木健也投手、素晴らしいピッチングで、このゲームを作りましたね。はい、あと横の方に書いております、他球児の結果ですね、は、楽天がドラゴンズに5対4で勝ってますね。そしてライオンズがスワローズに2対1、カープがマリーンズに3対2、そして横浜がオリックスに4対2、ソフトバンクが巨人に5対1ということになっています。今日はパリーグの4勝、セリーグは2勝ということになりましたね。はい、こういうふうになりました。まあ、富田蓮がもし今日いいピッチングをしてくれればですね、まあ、先発投手陣すごく楽になるなというね、そういうようなタイガースの投手陣になるはずだったんですが、まあ、今日のこの3イニングで80球かかったピッチングを見たらですね、ちょっと先発が苦しい、多分僕はもう次はリリーフに変わるんじゃないのかなというのを感じたピッチング内容でした。あと気になるのは打線ですね。今日のポイントをちょっと一つ言うのを忘れておりましたけれども、今日はですね、まず2回に2点を取られました。そして3回の表、ここが僕は勝負だったと思いますね。島田がまず一塁線でヒットで出て、1番近本の時にスティールですね、ノーアウトで2塁、近本はですね、いい当たりだったんですよ。ライトオーバーのヒットになるかなと思ったんですが、そこまで伸びずにライトフライ、これで、セカンドランナー島田が三塁に行って、ワンアウト三塁という形になったわけですね。ここでした。ここでの中野スリーワンカウント、そして来た球は真ん中近辺やや高め、これをですね引っ張ったんですよね。
これ本当に素直にセンター方向に意識があれば悪くても外野フライ打てたと思います。まあ、普通に考えたらあの球はヒット打てたなっていうね、それを無理やり引っ張りに入ってしまって結局引っ掛けたような形のセカンドゴロ、セカンドのハンソンがですねうまく取ってそのままホームへ送球、三塁ランナーの島田がホームでタッチアウトというね、結局得点にならなかったこの3回、ここで1点でも取っておけばですね流れはちょっと変わったような気がしたんですよね。ここでチャンスを逃したことによってその裏に1点取られる、そして4回にまたホームランで行かれるっていうようなね、流れになってしまいました。今週これでですね、引き分け1つ挟んでですね1勝3敗になってます。ということは、明日明後日勝たないとですね今度は初めての1週間の負け越しが決まってしまうという週になるわけですが、明日はですね日本ハムは伊藤大海ですね、そして、タイガースは大竹耕太郎、まあ一番安定したピッチャーがタイガースは投げますので、明日一つ勝って日曜日に期待を持たせてもらいたいなという気がしますね。はい、今日はもうあんまり言うところがない。まあ前川がですね今日2安打しました。レフトにフェンス直撃のですね長打、二塁打を打ちました。この前がこのままねもうこの勢いでもうポジション取ってほしいな、それぐらいの気持ちで見ております。前川選手をちょっとね、頑張ってもらいたいなと思います。体力はありそうな体つきしてますからね、少々ずっと出ても大丈夫じゃないでしょうか。はい、ということで、今日のゲームは日本ハムファイターズが阪神タイガースに4対0快勝したゲームをお伝えしました。以上です。